よし、ちょっとね、そろそろミールをね、フルコン取らないと、唯一26でフルコンしてない曲だから、結構練習してるし、26でも確かに難しい方だけど、本当にあそこだけなんだよな。そろそろだね。来るぞ。もう！ああ！もういいもうやめよう。もうしばらくミールはプレイしない。さあ皆さんよろしくお願いし、みんなあやちゃんじゃん。俺だけココロンだよ。いや一人じゃないんだからじゃなくて、俺だけなんだよココロン。いや一人じゃないんだから、最後は一人じゃないんだから、俺だけなんだよな。俺一人なんだよな、ココロン。俺一人なんだよ。あやちゃんばっかりじゃないか、これ。どういうことだ、この絵面、どういうことだ。もうクリアもギリギリだし、ギリギリクリアできたわ。みんなどうなんだろう、みんなフルコンしたのかな。さあリザルト画面はみんなフルコン。圧がもう君らの圧よ、圧がすごい。さあいかがいたしましょう。はい、もう来ましたよ。どうですか、労働長さでガチャの結果が分かってしまう。よし、さあ来い。いやー、千里先輩来てほしいな。うわ、めっちゃドキドキする。あー、来た、千里先輩。あー、来た、千里先輩。あー、来た、千里先輩。ありがとうございます。お詫びとお礼を。あれ、待って、お茶をご馳走させてほしいな。絶対これじゃないよね。嘘だろう、マジですか、そっちですか。これあれだな、やっぱ明らかに俺だけ労働遅いな。すごいもんね、1の単位で労働する男を回し、他の人絶対思ってるもんね、こいつ遅えなーって。にしても遅い。絶対 P 取った。問題はこっからのリザルト。来たでしょ、どこよ。お、 AP いったんじゃないか、これは。さあどうかな。嘘、またかよ。これは AP を多分狙える。あのね、あそこをミスらなければ OK。 来た、ちょっとあとはニアミツに気をつけて、多分このままいけば AP 取れる。長かった、この曲 AP なかなか取れなかったから。ラスト来ちゃうかな、これ AP どうかな。これ来たんじゃないか、来たんじゃないか。なんでそんな、10%。 お、みんなお任せか。あー、なんでだよ、激ムズじゃねえかよ。
まあやっぱ無理だったよね。よし、とうとうファイヤーバードをねクリアするときが来たぞ。ずっと頑張ってきたから、ええ、今日こそクリアする。序盤はねそんなに難しくないからね。とりあえず序盤はいつも通りね。あ、通知来るな。ちょっと困ったな。ちょっと通知じゃないとこで見せちゃったよ。あー、もう通知、通知、もう、通知が来る、通知が。よーし、通知切ったぞ。これでもう通知に攻撃されることはない。しかも今回は iPad Pro でやってるからね、絶対これでクリアできる。何度も何度もこの曲をプレイして、その度にゲームオーバーになって、もう何度諦めそうになったか。だけどやっぱりクリアしたいから、ずっと頑張ってきて、今日ようやくその努力が報われる気がする。俺もこの曲のようにファイヤーバードになってあの空へ飛び立つんだ。クリアできる。あとちょっとで、あとちょっとで、たまた飛べなかった。コロッケサービスでくれんの？ありがとう。にしてもちょっと量多くない？これ20個くらいあるんだけど、これはさすがにトラウマもんだな。コロッケ嫌いになっちゃうかも。あ、いやいや、コロッケ嫌いとかじゃないよ。うん、もう全然そんなことないから、うん、ありがたく全部いただきます。